おう、どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。ゾンビの大群、鉄塔を守れみたいなのをリベンジするぞよ。拠点を改造して防衛しようにしてみたぞよ。周りに窓壁を立ててじゃな、そこから銃で攻撃していくぞよ。さて、ゾンビはどこから来るのじゃ。どこだどこだ。おう、いたぞ、ゾンビどもめ。ゾンビは壁を壊してくるからのう。その隙に窓壁から銃で攻撃して倒してみるぞよ。時間稼ぎってやつじゃな。よし、まだいるのう。ゾンビが湧くのはあっちやらこっちやらじゃから、油断してたら壁を壊され入られてしまうからのう。と言ってたら入られておったじゃないか。しくったなあこやあ。うぬ、まだ下から来るのう。完全に壁を壊されておるのう。おう、今度はそこか。ぶひ、壁がすでに壊されておるのう。罠やら壁の強化がまだ必要じゃったか。今度はどこから来るのじゃ。あれ、いないぞ。うほう、来た来たー。ちょ、待て待て。その鉄塔には触らないでくれ。隙間だらけじゃのう。おう、またそっちかい。ああ、武器が壊れたー。おお、待ってくれ待ってくれ。話し合おうじゃないか。うはあ、まだ来るかー。うひぃ、こりゃまずいのう。おお、防具が剥げ落ちたー。くぅ、今回もやばいかのう。しかも完全にテンパっておるわし。そう、なんとか鉄塔よ、持ちこたえてくれ。しかもまた武器壊れたじゃないか。やばい。よし、どうじゃ、終わったか。なんじゃとー。まだ来るのかー。これは厳しいかもしれん。頼む、わしに力を与えたまえ。結構殴られておるのー。いやー、勘弁してくれよ。鉄塔よ、頑張るのじゃ。なに、わしが頑張れじゃと。そやあな、頑張っておるがな、わら。うん、まだ終わりじゃないのか。おう、そこに嫌がったか。なんとか壁で時間稼げたのう。はよ、倒すしかない。なんじゃって、また武器が壊れたじゃと。おっと、暴走しておるのう、わら。今度こそ鉄塔には近づけるわけにはいかない。なんとしてでもここで倒す。よし、さて、まだ来るのかー。あー、上。おー。やったぞ、母ちゃん。いやあ、完全に壁抜かれたし、テンパりすぎてミスも多発じゃった。そんでもって次のクエストは何じゃろか。あ、まずは報酬をもらってじゃな。布切れ、人参の支柱、ベリーティーじゃと。ふん、生意気じゃのう。確か何か持ってなかったかのう。どちらにしても一度戻って取ってくるとしようか。よし、持ってきたぞ。隊員のために持ってきてやったのじゃからな。ありがたく思えよ。これ。なんじゃと、次はゴム製部品とボールベアリングじゃと。世話のかかる隊員じゃのう。仕方ない人助けするとしようかのう。ちょっとその前に、壁がどんな感じに壊れたか見てみようじゃないか。完全にこの辺の壁はほとんどなくなっておる。そんでもってここは、なんとか残っておるのう。この辺も無事じゃったな。ここなあ、ここの角壊されたのう。ここら辺は無事で。こっち端は壊されておる。なかなかやりおるのう、沼ゾンビ。この辺は無事じゃな。そしてここは初めのところじゃな。しかし、よくクリアできたな。完全にまた失敗かと思ったぞ。ということで、ゴムとボールベアリングじゃな。ちょっと待っててくれ、すぐに戻るからのう。なあ、すぐじゃっただろ。欲しいものは持ってきた。
なんじゃと、ピックアップトラックの荷台に建材を置けじゃと。うん、これか。うっち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 、壁を直そうと思って木や石を持ってきておったぞ。400ポイント分の建材がいるじゃと。まあしょうがないのう。くれてやるか。おう、これで400ポイントいったんじゃないのか。よし、無事クリアしておる。おう、やはり来たか。壁作れ、床作れ的なやつ。足りるかのう、材料の数。荒れ果てた壁はオッケーじゃな。土台がまだじゃのう。後で壊すから適当に建てておくかのう。よし、これで終わったのう。しかし、罠が今持ってきておらん。なんじゃ、また布切れと接着剤じゃと。これは一旦戻るしかないのう。持ってきたぞ。罠を設置しに行こうじゃないか。よし、これでクリアじゃな。野営地の人と話せじゃと。ほう、話くらいいいぞよ。なんじゃと、包帯をくれじゃと。たまたま持ってたから仕方ないやるとするかのう。うぬ、こやつは違うみたいじゃ。おうおうおう、酒くれってか。酔いたい気分なんじゃな。まあな、こんな世の中じゃからな。気持ちはわからんでもない。酒は持ってきたぞ。少しこれで嫌なことでも忘れるんじゃな。よし、タスク完了じゃ。報酬をもらってな。次は金属くずに、ロープ、包帯じゃと。どんどんわしの物資を奪う計画じゃな。待てよ、包帯はあったはずじゃのう。おう、また荒れ果てた壁が出てきおった。まあ、これもまた一回戻るしかないじゃろう。あ、金属くずあったな。荒れ果てた窓が出てきたな。これはどうせ直すからいいのう。よし、窓はこれでクリアじゃな。おう、また罠が出てきたぞ。これも罠を設置するからいいな。今度こそ一回戻るしかないのう。ということでじゃな、時間的に今回はここまでじゃ。この先もどんどん厳しくなっていくのじゃろうか。そんでもってご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント、アドバイスなどあったらよろしくお願いするぞよ。それでは今回はこの辺で、また次回じゃ。